それはまだ私が神様を信じなかった頃、9月のとある木曜日に雨が降りまして、こんな日に素敵な彼が現れないかと思ったところへあなたが雨宿り、すいませんねと笑うあなたの笑顔とても凛々しくて、前歯から右に4本目に虫歯がありまして、仕方がないので買ったばかりのスヌーピーのハンカチ貸してあげたけど傘の方が良かったかしら。でも爽やかさがとても素敵だったので、そこは苦しい時だけの神頼み、もしももしもできることでしたれば、あの人にもう一度会わせてちょうだいませませ。ところが実に偶然というのは恐ろしいもので、今年の初詣に私の晴れ着の裾踏んづけて、あこりゃまたすいませんねと笑う口元から虫歯がきらり、夢かと思ってほっぺつねったら痛かった。そんな馬鹿げた話は今まで聞いたことがないと、ママも兄貴も死ぬほどに笑い転げるやつらでして、それでも私が突然口紅などつけたものだから、お前大丈夫かとおでこに手を当てた。本当なら連れてきてみろというリクエストにお応えして、5月のとある水曜日に彼を呼びまして、自信たっぷりに紹介したらば彼の靴下に穴がぽかり、慌てて押さえたけどしっかり見られた。でも爽やかさがとても素敵だわと、彼が気を良くして急に、もしももしもできることでしたれば、この人をお嫁さんにちょうだいませませ。その後私気を失ってたからよくわからないけど、目が覚めたらそういう話がすっかり出来上がっていて、おめでとうって言われてもう一度気を失って、気がついたらあなたの腕に雨宿り。